今回作成するのはこちらの蓋付きの箱です。基本ユニットの色変わりのユニットを組み合わせて作ります。こちらは色変わり2個の組み合わせです。こちらは色変わり4個の組み合わせです。中はこのようになっています。折り紙8枚で簡単に作れます。はじめに基本ユニットと色変わりユニットの作り方を説明します。次に色変わり2個での組み立てを、その次に色変わり4個での組み立てを説明します。最後に箱本体のユニットの作り方と組み立てを説明します。それでは蓋の基本ユニットを作っていきます。白い面を表にします。三角に折り筋をつけます。45度回転させてこの向きにします。右の縁の中点に印をつけます。印を起点に右上と右下の角を中心に合わせております。右下を開いて元の向きにします。折り筋をつけ直します。下の紙を引き出しながら下の縁を折り筋に合わせております。下の角を上に倒します。左の角を丸に合わせております。上の角を縁に合わせております。左を開きます。縁と縁を合わせております。折り筋をつけ直します。縦に裏返します。折り筋をつけ直します。横に裏返します。丸と丸を合わせております。縁を立てて立体化します。これで基本ユニットが一つ完成です。次に色変わりユニットを作っていきます。白い面を表にします。三角に折り筋をつけます。45度回転させてこの向きにします。ここからが違いになります。縦に裏返します。右の縁の中点に印をつけます。印を起点に右上と右下の角を中心に合わせております。裏返して元の向きにします。ここからは基本ユニットと同じです。
下の紙を引き出しながら下の縁を折り筋に合わせて折ります。下の角を上に倒します。左の角を丸に合わせて折ります。上の角を縁に合わせて折ります。左を開きます。縁と縁を合わせて折ります。折り筋を付け直します。縦に裏返します。折り筋を付け直します。横に裏返します。丸と丸を合わせて折ります。縁を立てて立体化します。これで色変わりユニットの完成です。それでは基本ユニット2個と色変わりユニット2個での組み立てです。オレンジが色変わりユニットです。内側を上にして右のユニットの隙間に左のユニットを差し込みます。はじめは緩く差し込んでおきます。同じようにつなげていきます。中心が時計回りに上に重なっていることを確認します。裏返します。四隅を押して締めていきます。裏返して内側を整えます。完成です。続けて色変わりユニット4個での組み立てです。組み立て方法は同じなので早送りします。完成です。最後に箱本体です。白い面を表にします。半分に折り筋をつけます。上の縁を折り筋に合わせて折ります。半分に折り筋をつけます。左下の角を折ります。赤い点を起点に丸と丸を合わせて折ります。縁を立てて立体化します。これでユニットが1つ完成です。これを4個作ります。
4個できたら組み立てです。内側を上にして左のユニットの隙間に右のユニットを差し込みます。はじめは緩く差し込んでおきます。同じようにつなげていきます。中心が反時計回りに上に重なっていることを確認します。裏返します。四隅を押して締めていきます。裏返して内側を整えます。完成です。色変わりユニットを使うことで同じ組み方でいろいろな箱ができます。折り紙の裏面が出るので両面色付きの折り紙も組み合わせると良いと思います。他にも色変わりユニットの個数を変えたり裏表逆にしておるなど工夫次第で作品の幅が広がってくると思います。ご視聴ありがとうございました。